発酵食品を食べることにハマっています。らしマジュンタです。発酵食あはあちょっとあの <laughs> 光るだと思った。<laughs> あ,あそっちじゃない。<laughs> 何のご飯食べてなどった。っちいはい光らない。<る>かカモス三沢ワサチカです。<laughs> 寺島俊太と水浅史かの小説家になろうなびセカンドブックこの番組は小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきますはいここは何かみさおさん何かいい話をしてくださいって言われたんですけれども何でしょう聞いてください聞きましょういい話じゃないんですけどいい話じゃないなるほど私タクシーに恵まれないんですよおっ タクシー運がゼロなんですよ。その心は。今日もちょ短いんですけど、短い距離なんですけどお願いします。っつったら、えー、え、何ですか。あ、じゃあ,あのどこどこのとこまでお願いします。え,ーえ、なんなんて言いました。<laughs> でお金も。えー、あ、ななえ。<laughs> もう一あの交差点渡ったところを止めてもらっていいですか。えー、<laughs> なんてなんて。わ <laughs> かんないの。なんてなんて。全然。 なんか意思疎通できなくて結局交差点を渡ってくれないところで止まってなんか「どこで止まればいいんだよ」ってだけ聞こえたのえだから交差点で渡ってって言ったんだけどどこで止まればいいんだよって言われて <laughs> ぼやきだけ聞こえちゃったのはーってなってスイカでピーッありがとうございましたって言ってあーそれはちょっとだい大体そう100%悪い人ー100%か私は いやーそれついいいてないですねいや結構ズンさんも若く見,え見られると思うし優しそうに見えるから、うん、なんか私みたいな目に合ってそうと思って合ってますよ。合ってます僕もまあザミさんそのそこまでのなんかボソボソの運転手さんにはまあ何とか会ったことあるのかもしれないけどその覚えてないですけど。うん、あのー 説教されたことありますえあの何？昔 <laughs> あのまだバイトをやってた頃なんですけどうん、うん、夜勤でもう帰るのが夜中の2時3時ぐらい電車ない電車ないんで,うん、うん、でいつも歩いて帰ってたんですけどその日すごく雨が降ってたんですよね、うん、で雨が降ってるんであのじゃあ今日はタクシーに乗って帰ろうと思ってうん、うん、あの1メーターぐらいだったんでバイサーからもういいやと思って止めて乗ったら、うん、なんかあの 兄ちゃん飲み会の帰り会って言われたんで「あのいやあの夜勤しててバイト」っつって言ってて「であフリーターってやつだろ」って言われて <laughs> 怖<い>まあまあその時も普通に声優のお仕事もねうん、うん、何年かやってたんですけどなんか説明が面倒くさいじゃないですか、うん、まあまあフリーターって言った方が楽ですよね。うん、なんであ「まあまあそんな感じですかね」っつったらいや最近の赤いのはさあやだ 就職もしないでさうちの息子もさちょうど兄ちゃんと同じぐらいのさ、うん、あの年なんだけどさ、うんうん、大学卒業してからもうんか。 フリーターでいいやみたいな感じでさ、バイトばっかしてさ。はいはい、なん、夢とかないんかい、みたいな。ああ、声優って言っとけばよかった。いや、でも、どっちもどっちですよ。<laughs> いや、でも。だいたい声優ってなんだよって言われて。<laughs> ああ、あのスーパーの方かなとかね。そう,そ,うそう、そう、そう。いや、でも、なんか、んかアニメのとか言って、アニメの話とかするんじゃないよ。ちゃんとした職業に就きなさいよ。絶対そいつは言ってくる。いや、いやなんか、ほら、その人は、あの、夢とか年会って。 声優切り口だっとお、まあ、声優って言っとけばあのあ一応夢を追いかけてるんだみたいな感じのかなああ言えばよかったと思ってその後なんかさずーっとこ<ー>うコツコツと。 昔はななみたい大学をせっかく卒業したんだったらしっかり就職してお金を稼いで家を買ってそっちや男のだみたいなっていうのをずっとなおじさんだ僕はなんでこの疲れ果てて夜勤明けで帰るタクシーの中で説教されているのだろうねしかもお金払って説教受けて払って説教ていうのとかもねありましたしんかね説教しやすいんだと思う優しいからなんか。 えだからなんですかとか言わなそうじゃないですか。うん、あもうしてくださいって気持ちで乗ってるから、うんね、こいつ多分なんか上から言っても反発してこねえなって多分思われちゃうんですよ。あそれは悪まああとザ若者みたいな感じでね、うん、いつもアホみたいな顔してパーカー着てるんで <laughs> 若く見えちゃうしね。<laughs> そう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 。なまあ最近もねあのーうん、やっぱ。 乗るとまあ三も二なんですけど、うん、僕はあの昼間とか、うん、あの乗って結構仕事に行く時急いだりするんですよねなんであすいませんちょっとなる早でどこどこまでって言うとあ大学の講義遅れそうなのかみたいなわ言われてタクシー乗ってリッチだねとか言われて確かにそれ言われる 私もなんかもう28にもなるし全然社会人も十10年ぐらいしてんのになんか高校卒業したてとか大学12年生に見られるらしくてなんかタクシー乗るとお金持ってるんだねって言われたりとかするんですよでもあれ不思議じゃないですかあのほ本当に終電逃した時とかってちょっとね痛いなと思いつつも帰らないとしょうがないからちょっと長めの距離をまあもう痛手を覚悟で乗るじゃないですか。でもまあ お金払いますとうん、うん、その時にやっぱ多分お,お金払えない若者がノリで乗ってきたって思われるそでしょう、ね、あそう,そ,うそれある払えんのって顔されるそれで「え結構かかりますよ」ってうん、うん、あ大丈夫です」 本当ですかいやわかるわかる超言われるうん、うん、大体うんぐらいかかりますよでもここからだと何円ぐらいかかるけど本当に大丈夫って聞かれるでで大丈夫っすっ,つってこの時間だったらあと三時間ぐらいだからカラオケとか満喫で時間過ごさうわ優しいな優しいけどだから乗るよ払えると思われてないさ支配能力がないと思われま<う>すよね 頼むから家に帰らせてくれよみたいないやうんうんって言ってるあのスタッフさんは多分若く見える <laughs> 大学生に見えるタイプのスタッフさんだから多分分かりますよね。そ,うよそんな経験ないですかいいいやないな,ないわだって違うスタッフさんは。でも長距離、まあ、まあ実際なんか多分あるのかなと思うんですよねうん、うん、多分酔っ払った例えばその若者がなんかノリで乗ってきて結構長距離乗せていざこう支払いになった時に、うん あれ、そうそういすいません、ナイスみたいになって経験があるのかもしれないっ,すけど、ね、っていう多分なるから多分なるべくそういうしかもその終電を逃して明らか飲んでいそうな若者はな,、うん、なるべく乗せたくないみたいななのかもしれない、うん、でもやっぱ相当日本のタクシーはものすごい優秀っていうらしいですよらしいですよね海外だと平気で乗車拒否とかあるらしいですからえ乗車拒否乗車拒否あの金払えなそうみたいないや要はえっとすみませんって止めて、うん どこどこまでって言うと、うん、ああ遠いからやだって言われるらしい。遠いからやだ。そう。ええ。いや本当にリアルにマジで。やば。海外はそれが普通なんですよ。よえー。だから最初はまずかあのタクシーの運転手さんにすいませんどこどこまででちょっと遠いんですけど行くことは可能ですかっていうところをちゃんと許可を取ってから乗らないと降ろされることとかあるらしいです。ええー。 確かに日本では降ろされはしない。嫌味を言われたりとか、ねちょっとえちょっと遠いなみたいな顔されても別にそのえちょっと面倒いから降りてくれというような。遠い方がさメーター回るからお金は入る。近い方がなんかちょっと近くてすいませんって言ってもいいよっていうタイプの人となんかね私は恵まれなさすぎてもうタクシー嫌いなんです。絶対にもうまあお金のその節約もあるけどなんかもう乗ったら嫌な目に遭うか。 ああ運がね、しかないからめっちゃ急いでてイベント会場に前の仕事から行こうとすると「何今日いいなんかいい歌手出るの?」みたいな「ファンだと思われてるから若い女の子がライブ会場に急いでいく人だと思われてるんです違うの私は出るの!」って思いながらすごいなんか「何グッズとか買うの?」みたいな「間に合う開演時間」みたいな「大丈夫です間に合いますよろしくお願いします」って言って楽屋口って言っても。 どこ楽屋口「えそっちに行きたいの?」みたいな「いやいやもう,もういいここですここですはい大丈夫です歩行きまーす」ってなってファンの皆さんの間を通って楽屋口に向かったりする。つらいなー <laughs> とかなんか会ったこともないのに初めて乗るのに「この間そう君骨折してこのタクシー乗ったよね」って言って「あの <laughs> 骨折したことないんで違う方だと思います」って言ったら。 あそうで、ってんかその人の中のクイズが外れてめっちゃ機嫌悪くなって <laughs> そのあと超気まずいまま <laughs> めっちゃ5,000円ぐらいの距離超気まずいまま <laughs> ずっとすみませんなんか追ってなくてすみませんみたいなそれはなないなもうなんかねみんなに軽く見られて茶髪とかにしたら大人に見えるかなと思ったらなんかやっぱ大学生で染めたてに見えるらしくて <laughs> ダメみたい。 じゃやっぱりもう芸能人感出すしかないですよもうでけでけいサングラスとなんかもう出演者っていうなんか札みたいな札持ったら恥ずかしくない <laughs> <laughs> タクシー用にうんタクシー用にーえでもそういうの好きな人いるじゃないですか、うん、なんかこの前俺さなんか何々さん乗っけてさみたいなさ<あ>言ってくる人いる時々言う言う,言う,言う個人情報って思う時とか、うん 特にテレビ朝日さたまにたまにテレビ局さんでお仕事とかさせていただく時に「どこどこの局まで」って言うと「あれ?」みたいな僕の「燃えるの駅からですよ燃えるの駅からなんですけどあれ?」みたいな「兄ちゃんもしかして芸能関係かい?」って言われてその時は僕はスタッフさんのふりをするんですけどああそうなんだああいやいや全然バイトでみたいなですけどああそうかいみたいな。あの 兄ちゃんと同じ駅であの芸能人のまるまるそこまで乗っけてってよみたいな言うな言うな言うなバカえあの人俺の家の近く住んでんの <laughs> ええー、みたいな <laughs> あるあるなるけどでも言っちゃダメじゃないみたいなこの間何々さ乗っけてさっていう自慢話としてね芸能のこと好きでしょミーハーな君ならみたいなミーハーなんでしょうどうせっていう顔されるのよ <laughs> ミーハーじゃないのよ <laughs> あれミーハートはある意味一番遠くにいるからねんかね、うん、なんか若く見えて喋ってもねなんかこう頑張って大人っぽくしてもダメなんですバレちゃうんですよバレちゃうなどこどこまでお願いします」とか言ってもなんか「うん、はい?」って言われちゃうから「あすいません、えっと、もう一回言いますけど」<laughs> 聞き取りやすいよね高めの声であ「新宿駅の東口の方まで」あ「西口でもいいです車止めやすいほどっちですか?」って言って。<laughs> まあでも確かに男性僕はね男性だからまだざミみさんに比べたらそこまでそのなんだろうな、うん、でもねなめられそうなめられるけど、うん、まあそこまでだと思いますよでもその気持ちが分かってくれる人は男性になかなかいないんですよ、うん、そんんななこといいよ運が悪いだけって言われるんですよ、うん、でもズンさんならきっと分かってけど絶対この人もタクシー運悪いって思った僕は悪いですよよかったよかったのか数々のありますけど <laughs> でもやっぱざミみさんの方が上手ですね俺より。 なんでこんななめられるんでしょうねこれやっぱいい人にもちゃんと当たってるんでいやいいなーいい人いるんだほんと都市伝説だもん<ぐ>いい人ナビとかグーグルマップを上回る速度であの抜け裏道を使ってたどり着いてくれる優秀な人とかに僕何人も当たってるんで大体いい遠回りされるからもう最初から「ナビ入れてくださいすいません」っつって「あっ、ね、分かる分かるよ」みたいな言われて「いやいやあの私が行ったことなくて」って「行ったことある場所でも全部言う」 ここに入れてください。うもうここのここにしか行きたくない、ね <laughs> そ。そそこ以外には連れてかないで。そのナビの通りに行ってください。<を>お金がかかってなんかストックを乗るよとかもいいです。の <laughs> もうなんでもいいんで早くそこに連れてってください。<laughs> <laughs> 大変なもめっちゃ気持ちが乗りすぎてもう12分もしべちゃったっ <laughs> やばいぞー <laughs> ロードクールに投げえぞでも多分ここはあれです最初の方だけ使われて全部 YouTube で、ね、YouTube ではフル尺で聞けるんでねフル尺で私その不幸なタクシー話お楽しみいただけましたでしょうか、えー、そんな、えー、タクシーにあまり恵まれない三沢幸花からこの曲聴いてほしいなと思います。えー、I am me からミササチカこの手は 改めまして、皆さん、こんにちは、寺島潤太です。三沢幸子です。ええー、さん、えー、k え、ケーップはお好きでしょうか。ああ、何組かはさすがに若い女の子みんな言ってるから、ちょっと P. V. 見たりとか。うん、うん、うん、うん。何組か知ってるけど、そんな詳しくないかも。はあ,はあ、僕もね、多分同じぐらいなんですけども。うん,うん。 えー、k p o p ファンの方々が、ね、見ている人気番組「知ってるお兄さん」という番組があるみたいで、えーえー、こちら2015年から放送中の大人気バラエティとある高校の教室を舞台に k p o p アイドルやコメディアンが高校生に扮し転校生としてやってくる豪華ゲストたちを迎える爆笑バラエティ、うんえー、この番組に出演するのが憧れだったというアイドルも多く普段バラエティに出ない俳優さんが出演したりして話題になることもあるみたいですね。こ、うん、こちらでですねこれまで b t s t w i c e 1す。k p o p アイドル界のねもう本当に人気者たちがたくさん出ているということでねまあこれ日本ではやってないのかな見れってうことなんじゃないですか私たちだって地上波やってて見たことないから多分そういうのそういうチャンネルとか配信とかね。で見られると思うんですけれども。 まあこれ多分僕たち声優もですね最近こうバラエティー番組とかにありがたいことに呼んでいただくこととか出てる人いっぱいいる知ってる人が出てるってなるもんやっぱりありますよね、うん、なんかこういずれまあ機会があったら出てみたいなーとかありますえなんでど,どういうことどういうこと ユニバーサルの人が「三沢が M ステ」に出れるぐらい売れようなってなんか勝手に「M ステ」を私の到達点だとしてるんですよあ<ー>の人は。でもわかるななんかゴール感あるもんな声優なのに「M ステ」出るっていうね、うん、もうやっぱ何人かでて,てきてほしいんですってそうですね何組かもう出てらっしゃるじゃないですかです、ね、先輩方とかあとはまあユニットとかでうん、うん、やっぱ「っぱ M ステ」って歴史もある番組だし、うん やっぱタモリさんを間近で見てみたいです確かにティッシュもらえるんでしょ箱のえそうなの M ステ箱ティッシュもらえるのうんえ出たら学園に置いてあってもらえるらしくて欲しい確かに確かに欲しいそれめっちゃシャメ取ってお父さんに送るもんあー M ステ出れたらもうお父さんお母さん世代もね知ってるからえーってなるもんねさっちゃんがあってなってくれるとは思うし若い人も見やすいから同級生とかもうん すごいって分かりやすく売れた感がある。分かりやすく売れた感もあるし、今着てる感もあるし。あるあるある。ああいいな、M.C. な。ね、それ出てみたいけど、ずんさんはあります？なんか子供の頃から見てたとか、最近ハマってるこの番組いつか出たいとか。いやなんかえっと僕はお笑い番組が結構好きですよね、芸人さん。すごく好きなんですけど、やっぱ。 アメトーークさんとかの<ー>何々芸人さんみたいな会あるじゃないですかあれでなんか一回だけ声優だけの会あの声優界の事情を<ー>だからその僕ぐらいのなんだろうなあの新人でもないし中堅でもなくて、うん、しかもそのなんか今。 超押しに押されてる話題のルーキーっていう位置でもなく、うんうん、なんかもうデビューして十年ぐらい経っちゃって、<laughs> でもなんとかあの声優だけでなんとか生きていけるぐらいのお仕事をありがたいことにいただけてて、うんうん、でも世間的に誰もが知っている声優かと言われればそうでもないみたいな人たちが一番多分多いじゃないですか。うん、多いは多い,い。そうとして、そうは多いですね。うん、そういう人たちを集めて、うん、そのなんだろうあの小忙しい声優みたいな。<laughs> 確かになそう、まあまあ、やってたんですあの芸人さんが「小忙しい芸人」っていう会をやってて要はもうゴールデンで冠を持ったりうん、うん、MC をやったりするほど大,大忙しいの人気者ではないんだけど。あの 劇場でね漫才の劇場とかを任されてて一日何箇所でも漫才してかつその合間にラジオ撮ったりバラエティーのゲストで呼ばれたりとかレギュラーとかゲストもあるからそうあってテレビに出てるは出てるテレビに出てるけど深夜の番組とかだからいまいちそんなにこういわゆるゴールデンとかでバーンって感じじゃないんだけど売れてないと思われがちだけど意外とスケジュール待っるけどスケジュール見ると真っ黒すごいっていう芸人さんたちがんかね10年ぐらい前にやってたのかなへえ 結構前だそう小忙しい芸人でだから僕たちは、えっと、派手さはないけどしっかり仕事をしてて忙しいんですみたいな会があった<ー>それをその同じ苦しみを持ってる声優だけで集まってやりたいい,いや新人は新人でやってほしいしなんか <laughs> いろんな世代でやってほしい大御所あるあるみたいないつもこのセリフ言わされがちみたいなのを聞いてみたいちょっと何言わされるんですか何々さんはみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そうそうそう,そうあの中堅も中堅の多分辛さがあるしそうそう,そう,そう,そうあの超,超売れているイケイケで今もなんか雑誌とかのグラビアも飾ってテレビとかにも出て VV 主人公をやりまくっている新人と一緒になった時の対処の仕方みたいな、うん、それはねその小忙しい声優がねそうそうやっぱ僕の方が先輩だし向こうも 寺島さんみたいな感じで先輩扱いしてくれるんだけど、うん、もうスタッフさんはどう考えてもそっちのまあね新人性能が今そっちの方が売れてるからなんかもうそっちをこうピックアップしちゃうみたいな、うん、しちゃうしちゃう、ね、<で>監督とかもだ,だいたい挨拶のそっちが 多めそうそう最近どうなのっていうのはそっちばっかりそうそう手嶋さんは、まあ、ほっといても仕事はしてくれるから放置しとこうってなんじゃないですか <laughs> <う>新人君は「最近どうなの?」とか言ってちょっと話聞きたくなっちゃうっていうねみたいないないけどこのまたなんか、ね、仕上がるんでしょみたいな感じで、うん、なんかいやそうなんですよみたいなあらある,ある、うん。っていう話を横で聞く横でああ売れてんなーみたいなボソッと言うみたいなあそう私もそう <laughs> あすごいっていう大体「おすごい」って言ってる。なみたいななことをボソッと言う時のなんか 切ないい気持ちを共有したいんですよその何人かの声で集まって <laughs> 確かになかなかね言えないし飲み会も最近ないから番組ということで声優会あるあるをやってくれたらなかなか声優って仕事っていや何だろう結構誤解も多いし、うん、声優って言って仕事があんまりよく分かんないって結構言われるので。 わかると思うんですねそれで10時15時の話とか10時から15時に仕事1本目が終わって16時から21時までの、まあ、大体2部構成に声優になってるんですけど忙しい小忙しいと、まあ、なんか16時からだけ仕事があるけど、うん、21時からもう1本生配信があるから朝はすごい寝坊できるけど夜めっちゃ遅いし2本分の衣装を考えなきゃいけないし。 朝方までなんかゲームやったりしてるんだけどだからすげえ暇じゃんって思われるんだけど10時15時がないだけで1 6時から23時ぐらいまで忙しいっていう謎のねで10時から仕事終わるとこのあとどこのステージをですか遠いですかとかいやこれしかないですっていう時の辛ね、あの当然16時帯からの仕事あるに決まってる体で。そうま私 はみんなあるけどどこどこのスタジオタクシーの方角とかわかるみたいな <laughs> 終わりかけの時のお話であのあいや今日もうこの後帰って普通にゲームしますみたいな <laughs> よ,よかったねーオフじゃんよかったねーってだいたいこう売れっ子が言ってくれるのよそうそう売れっ子が売れっ子の後輩が、うん、ああじゃあ ね、ゆっくりできますね<の>めっちゃ羨ましいっすとかねあとこの機会ねゆっくり休んでくださいみたいなあ,<ー>あまりあまり休めないだろうからって言われるんだけど、うん、お前のが休んでねえんだわ俺昨日5時間ネットフリ見てたけどなみたいないや全然休みあるし <laughs> いや忙小忙しいけどママ暇もあるからなんかめっちゃ暇とも言いたくないけどちょっと暇だし何かなんかな そう、ほら、もうほら、二<の>人でもこんな話あめっちゃ盛り上がるよ。十人ぐらい集めたらもう多分前後編に分けてね、そ二週でお届けできるぐらい跳ねると思うさアメトークさんのうこう忙しい声優。うん。ちょっとお願いします。めっちゃ細かくね、こういう時あるあるとか、ね。そう。だからちょっとあの今ほら、あのー、声優さんほら鬼滅のブームとかでさ、あの花江くんとかがさ、うん、めっちゃ出てる。 すから花枝君がちょっとプレゼンしてく花枝君は大忙し声優だけどうん、うん、なんか僕の知り合いがこんなんやりたいって言ってましたって花江く君言ってくんないかな <laughs> いやどうだろう、うん、まずは大忙し声優からやってもらいましょうでもスケジュラール合わないから収録できないだから大忙し声優はまず集まらない無理なだそうだみんな別撮り小忙しい声優は全然集まる確かに集まらせようと思えば頑張りゃいける <laughs> 大忙しは無理なんだよな <laughs> 確かに ちょっと実現性があって面白いちょっとやりたいですねこれはね YouTube であればよくないじゅんさんの番組でいやいやいや僕そんなに資金力と人望がないから集まらないですそうそれが小忙しい感じしますよねまたね大忙しだったらあ、友達呼べばどうにかみたいなそうそうあのね、小忙しいはね局所的に仲のいい声優はちらほらいるんだけどあの業界全体にそこまで影響力を持ってないから僕がね声をかけたところでねあのあんまり集まってくれないあ、それは私もそうだわまあそういう小忙しい声優やるとき呼んであ、呼ます。 小澤みさんはもう確定なんで。すごい呼んでほしいキャスティング。なんとかなんとか喋るわ。もう MBS なんでもいいですよ。やりましょうラジオで。ラジオでやります。超忙しいせいがやります。ニコ生とかやります。YouTube ライブ投げ銭ありでやります。かわいそうこの人たちって投げ銭が飛び交う。やだよ。はい。ああまた盛り上がっちゃったね。はい。全然軽くじゃなかった。どうしよう。どうやって編集されるのか。今回の YouTuber やばいんじゃないかな。最長最最長なるかもしれない。 はいじゃあそれではね一と喋ったところでナロ作品いってみましょうはい今月からピックアップする小説はこちら女友達を絶対応援したくなるラブコメはい現実世界恋愛ジャンルメインで執筆中の作者による人気作品ですえうさこさんという方が書いていらっしゃいますあらすじ主人公の優作は小さい頃幼なじみで初恋の相手渚とある約束を交わすが家庭の事情で離れ離れになってしまった やがて月日は流れ高校生になった優作の通っている学校に渚が転入してきたがいやもうラブコメ感すごいですよ、はあうん、今週からね新しい、えー、やつなんですけれどもはいなんかタイトルがちょっと今までと違いますねまず短い短いね、本当だ短いし、うん、だってこの荒すりの時点で女友達って言葉一つも出てきてないのにタイトルには女友達って書いてあって、うん え渚といいううのの物語じゃないのって今ね<え>どういうことこれ面白いですね今までとまたちょっとね違った感じで、うんえー、じゃあやっていきましょう、はいえー、今からお届けする朗読部分は原作を MBS ラジオで脚色しております、えー、小説家になろうで読める原作はまた違った色がありますのでそちらでも楽しみいただけたらと思いますではどんな物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょう5歳の頃 世界で一番大切な人がいた片桐渚。親友であり俺の初恋の人幼稚園は違うけど毎日のように遊んでいた幼なじみだったしかし渚は家庭の事情で海外に行くことになった幼かった俺は海外の遠さを想像できなかったが 絶対に会えないという悲しさだけは理解していた別れの朝は2人で手をつないで町を散歩した歩みはとても遅い時間が止まればいいと何度も思った凪咲あおいちゃん。 渚の家の前で俺たちは立ち止まったもう出発の時間である俺たちは手をつないだまま見つめ合う渚は涙声で俺に願い事をしたあ葵ちゃん私絶対日本に帰ってくるだから。 約麦ャ <laughs> <laughs> 僕 <laughs> かすれた声が俺の喉から出てきた抑えようとしても抑えられない思い俺たちはこの時誓った必ず再び出会うそして今度こそ 二人で幸せになるええー！うるさいよ家の事情で苗女は変わってしまったが俺青井優作改め羽柴優作はこの辺りで一番の進学校に通っている高校二年生になった今日衝撃的な事件が起きた渚がこの学校に転入してきたのだ なんでこの学校に転入してきたかはわからない。今思えば、なんで手紙のやりとりをしなかったのか。まあ、あの時は泣き晴らして、そんな精神状態じゃなかったな。まさか、この学校に入学するなんて。なぎさが転入してから、一ヶ月経った。俺は、未だに喋りかけることができていない。 だって緊張しちゃうじゃん <laughs> 教室で悶々と考えていると隣の席の悪友のリオがニヤニヤしながら話しかけてきたにしし優作は相変わらず片桐さんのこと考えてるのていうか超面食いじゃんあっということは私も狙われちゃうのは <laughs> お前女だったっけ むむこんなに可愛い女子捕まえて何言ってるのよっていうか優作は告白とかしたいのねえねえどうするの手伝おうか俺は久しぶりに遠目から見た渚は美しい女性に変貌していた地味な俺と釣り合いが取れていない転校初日で告白の行列ができていたが渚は誰からも告白を受けなかった いつも渚の隣にいる男子、伊住院司が渚を守っていた。渚と一緒に転入してきた伊集院は、すかした伊達男であった。女性と見間違うばかりの綺麗な顔をしていて、学校中の女子が騒ぎ立てる人気者だ。伊集院と渚が一緒に仲良く会話しているところを見るだけで、心が苦しくなった。巷の噂では、 二人は結婚を誓い合った中で婚約しているとか。もしかしたら子供の頃の約束を覚えているのは俺の方だけかもしれない。なぎさはもう。 優作が話してくれた子供の頃に約束をした女の子なんでしょ片桐さんはならさ優作が勇気を出して話しかけてみればいいでしょほら私も手伝ってあげるからさうじうじしてる優作は見たくないってあっリお前やっぱいいやつだよなそうだなまずは話しかけてみるかうんうんその息だよそれでこそ我らの優作 ほら、あんた空気なんて読まないしょ婚約者の噂なんて過去の思い出で蹴散らしちゃいおう任せろリオと俺は仲はいいがお互い恋愛感情はない。だから俺たちは悪友、親友になれた。自由奔放な早川は女子に嫌われていた。一緒にいられるのは俺だけだった。 そして空気を読まない俺はクラスから疎まれている一緒にいられるのは早川だけだったえっと橋場さん申し訳ありませんが私には婚約者の司がいます私の見た目だけで好意を持った話したこともない人とお付き合いできませんごめんなさいえ放課後 渚がいる教室へ向かった俺は特に空気を読まずに渚に話しかけた A 組の橋場と言いますちょっと話いいですかとだけしか言っていないきっと面と向かって話せば俺のことを思い出してくれると思ったなのに話すことさえままならなかった俺は渚に振られたんだ 渚を見つめながら子供の頃の思い出が走馬灯のように頭に駆け巡る月日が人を変えたのかそれとも最初から俺のことなんてどうでもよかったのか婚約者の伊集院のことを愛しているからかもう覚えていないのかなら俺は消えた方がいい伊集院のことを愛しているのなら 子供の頃の幼稚な約束は思い出さない方がいい。ここで昔のことを話す必要はない。これ以上こじれる必要がない。人は変わる。成長するんだ。だからこれ以上過去に縛られる。な。胸が苦しい。死にたくなる思いだ。涙は意地でもこらえる。思い出とさよならの時間だ。 動かない俺に困惑している渚いや片桐は俺をいぶかしげな目で見つめてくるあなたどこかでなんで見覚えがあおいちゃでも違う君もう帰りなさい君は振られたんだ現実を受け入れろ 渚ちゃギサは私の婚約者よだそうだギサはこいつと一緒に未来に進んでいるんだ俺がこれ以上関わっちゃダメだ無言でうなずいて教室の扉を閉めた瞬間廊下を走り出したそうしないと前を向かないと俺の心が壊れてしまう下駄箱の前でリオがいた 小さく手を振っている待っててくれたんだだけど今は誰とも会いたくないわリオがいきなり腹めがけてタックルをしてきたリオは自分の顔を俺の胸にグリグリと押し当てるニシシ友達なんだから逃がさないよバーカ優作ファミレス行こう リオはそれっきり喋らず俺の背中をポンポンと叩くまるで子供をあやすようであったもう大丈夫と言っているようであったああそうだなさっきまで我慢していた涙が出てきた止まらないどうしても止まらない <laughs> ありがとう涙で過去の思い出を流すように人目をはばからず泣き続けた。 番組ツイッターとの連動コーナー皆さんもぜひ参加して楽しんでください、えー、今からお届けするゲームは新たな疑問を生み出すカードゲーム「絶対擬音感」ですさまざまなカタカナが書かれたカードを組み合わせてシチュエーションにぴったりな疑問を演じて遊ぶゲームです、えー、まずはですね先週、えー、の答え合わせからいきましょう、はいえー、僕は一発でで起きれる目覚ましし時計でしたは<ー>もううるさいっていうだけにいきましたあういう うるさいから一発で起きられるっていうだけで乗り切りました<ー>乗り切れてないかもしれない私はね <laughs> 暴走族ざわみでしたまあでもかなって思いましたねなんかあのあのチキってなんかわかんない、はい、バイク乗ったことなんかわかんないけどチキって音とブオーンって音がするんだと思うんですよなんか尻上がりに音が上がってましたもんねそう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 なんかぼー音の人 暴走族の人ってそういうイメージが勝手にあるから、うん、暴走族ざわみはそういう感じでしたね <laughs> でも「えー!」って言いますたさん聞こえてきたから多分 <laughs> みんなの投票結果も違ったのかな今回ね難かったと思いますねね,<ー>ね<ー>今回もやっていきましょう,ま,しょうまずはカードの山からそれぞれカタカナが書かれたカード7枚引きます、うん、シチュエーションカード4枚の中からカタカナカードを組み合わせてぴったりな擬を生み出してください、はい、今回のんさんのシチュエーションカード最高にハッピーな通知きたー、うん 茶柱が立ったゾンビ映画公開、うん、ズンタのボイトレなるほどザワミのシチュエーションカードはホップステップジャンプ緊急事態宣言 <laughs> ジブリ映画公開マジシャンザワミあーなるほどねどうですか今回聞いてみたカード感ある茶柱感あるじゃあ僕はまた。 7枚全部使ってきますえーそうなんで、えー、そんな縛りないのにじゃあどうぞではズンタ演じますどうしたちかげグルトクシ<ー>ボイトレかもしれんよみんなわからん <laughs> なんかね 濁点すごい多いなほんですね濁点だらけですねドズガゲグかよさあ皆さん投票してみてくださいじゃあザミアはもうわかりやすいやついきますよ、うん、ラミ演じますぷぽみはい。わかりやすいかったのではないでしょうかはいはいはいああ迷ってる嘘二個ある俺えー るるあるあ,るあるないな,ないです皆さん思った通りに投票してくださいよ <laughs> 2>,、えー、2人がそれぞれ演じたシチュエーションがアンケートでアップされていますので今の演技を聞いて4つの中からどれを選んで演技したのか予想して投票してみてください寺嶋淳太と三沢幸子の小説家にあろうナビセカンドブックいかがでしたでしょうかはい2月の朗読はですね、うん、なんかなんだろういっぱい女の子出てきて演じ分けっていうのもあったけど、うん、ねえ 女なのか男なのか,か5歳なのかあの高校生なのかみたいな結構こうね<え>時が久々に5歳やりましたけどねなんか結構難しくもありつつ <laughs> なんかこれからどうなっていくのかがね楽しみな導入でしたね,、うん、ねえ凪ちゃんがなぜね忘れてしまってるのかとかもね,ね<え>なんか心閉じてたもんね 初めて話したでしょみたいな喋り方してたねショックだったわもうね<え>悲しみ忘れてんのみたいなどうなるんでしょうかはい、はい、小説家になろうでは読者の皆さんが新しい作品と出会えるように「今日の一冊」という作品紹介ページを更新していますので気になった作品があればページ下にあるリンクからそのまま本編を読み始めることができます またクリエイターズマーケットブースにて文学フリマ短編小説賞で選出した短編作品を集めた小説家になろう短編集1から3を通信販売しています詳しくは小説家になろうトップページからご確認ください。ということで「小説家になろうナビセカンドブック」また来週お会いしましょう。寺島太と三沢でしたバイバーイ,バイ,バーイ